長瀬智也、戸部加入の噂。ナンバーアンダーライン愛と共に切り開く新たな未来とは長瀬智也が戸部を激変させる。ナンバーアンダーライン愛との夢のコラボが現実に戸部ファミリーの明るいニュースが続く今日この頃、ファンとして心が躍る日々を送っています。CM 発表、メディア出演、SNS での活発な活動。 まるで太陽の光を浴びて、ぐんぐん成長していく若木のようです。中でも、元ジャニーズ事務所の先輩である長瀬智也さんの飛べ加入の噂は、突如吹き始めた追い風のように、飛べファミリー全体を新たなステージへと押し上げてくれる期待感で満ちています。長瀬さんといえば、音楽だけでなく俳優としても、強烈な存在感を放つカリスマ。 彼がトベに加わることで、その缶色がさらに濃くなり、まさに大人の男のエンターテイメント集団としての個性が際立つのではないでしょうか。想像してみてください。長瀬さんとナンバーアンダーラインアイの3人が、川ジャンに身を包み、ハーレーダビッドソンで風を切る姿を。渋いロックナンバーを奏でるライブステージ。まるで映画のワンシーンのような、 痺れるほどかっこいい光景が目に浮かびませんか長瀬さんの音楽的才能とナンバーアンダーラインアイの洗練されたパフォーマンスが出会うとき、一体どんな化学反応が生まれるのか。考えるだけでワクワクが止まりません。しかし、一部のファンの間ではナンバーアンダーラインアイのメンバーがユニットを組むのではないかという噂も流れています。 三宅健さんと北山博光さんのユニット、神宮寺ゆ太さんと IMP、横原祐樹さんのユニット、確かに魅力的な組み合わせはたくさんあります。しかし、私は彼らにはユニット活動よりも、ナンバーアンダーライン愛としての活動を優先してほしいと願っています。なぜなら、ナンバーアンダーライン愛は今、まさに時間との戦いの真っ只中にあるからです。 彼らは以前から海外での活躍という大きな夢を語っており、平野翔さんは膝が動くうちに海外でたくさんライブがしたいと語っていました。彼らが夢を叶えるためには1分1秒も無駄にはできません。ユニット活動は魅力的ですが、時間と体力の消耗が大きく、ナンバーアンダーライン愛としての活動に集中できない可能性もあります。 ファンとしては、彼らが海外という大海原へ漕ぎ出すための準備に集中できる環境を全力でサポートしたいと考えています。飛べという船は、今まさに希望に満ちた航海へと出発しようとしています。長瀬さんという頼もしい追い風を受け、ナンバーアンダーライン愛の3人は、きっと世界という大海原で輝く星となるでしょう。しかし、 ここで一つ疑問が湧き上がります。もし長瀬さんがトベに加入した場合、彼はナンバーアンダーラインイのメンバーのように、ソロ活動と並行してグループ活動も行うのでしょうかそれとも、プロデューサーや楽曲提供など、裏方としてトベ全体を支える役割を担うのでしょうか長瀬さんのトベ加入が実現すれば、それはトベファミリーにとって大きな転換期となるでしょう。 彼の加入が、ナンバーアンダーライン愛の未来、そしてトベ全体の未来をどのように形作っていくのか、今後も目が離せません。一方で、ファンの中には、ナンバーアンダーライン愛のメンバーが他のトベ所属アーティストとユニットを組むことを期待する、声も少なくありません。例えば、平野翔さんと神宮寺優太さんの同級生コンビ。 岸優太さんと IMPA シートルズ影山拓也さんの歌うまコンビ、そしてダンススキルに定評のある高橋海人さんと IMP、椿大賀さんのダンスユニットなど、想像するだけでワクワクするような組み合わせが無限に広がっています。しかし、ユニット活動はあくまでもプラスアルファであるべきです。 ナンバーアンダーラインアイのメンバーそれぞれがソロ活動で個性を磨き、グループとして結束力を高めることこそが、彼らの夢である海外進出、への最短ルートであると私は信じています。トベは従来の芸能事務所とは一線を画す、まさに新時代のエンターテイメント集団です。所属アーティスト一人一人の個性を最大限に尊重し、それぞれの夢を応援する。 そんな自由で風通しの良い環境が、トベの最大の魅力と言えるでしょう。長瀬智也さんという強力な助っ人を得て、トベはさらに進化を遂げようとしています。彼らの未来は、希望に満ちた無限の可能性を秘めています。私たちファンは、暖かく、そして時には厳しく、彼らの挑戦を見守っていく必要があるでしょう。彼らの挑戦を見守る中で、 私たちファンができることはたくさんあります。まずは、彼らの活動を積極的に応援することです。彼らの音楽を聴き、ライブに足を運び、グッズを購入することで、彼らの夢を経済的に支えることができます。また、SNS などで彼らの活動を積極的に拡散することで、より多くの人に彼らの魅力を知ってもらうことができます。さらに、 彼らの海外進出をサポートするために、私たち自身もグローバルな視野を身につけることが重要です。英語をはじめとする外国語を学び、様々な文化や習慣に触れることで、彼らと世界をつなぐ架け橋になることができるでしょう。ナンバーアンダーライン愛の3人は、かつて、ファンは恋人と表現していました。彼らの言葉通り、ファンとアーティストは、 互いに支え合い、高め合う関係であるべきです。彼らの夢を叶えるために、私たちファンも共に成長し、進化していく必要があるのではないでしょうか。彼らの未来は、私たちの手にもかかっています。彼らの挑戦を応援し、共に夢を叶える喜びを分かち合いましょう。彼らが世界を舞台に羽ばたく日を夢見て、これからも全力で応援していきましょう。 そして、忘れてはならないのが、彼らを支えるトベという存在です。滝沢秀明氏率いるこの新時代のエンターテインメント企業は、従来の枠にとらわれず、アーティストの個性を最大限に尊重する自由な社風を確立しています。それは、まさにナンバーアンダーライン愛の3人が求めていた環境であり、彼らの才能を開花させるための肥沃な土壌と言えるでしょう。 滝沢氏は、ジャニーズ事務所時代から、その卓越したプロデュース能力で数々の成功を収めてきました。彼が持つ豊富な経験と鋭い感性は、ナンバーアンダーライン愛の海外進出においても大きな武器となるはずです。例えば、海外の有名プロデューサーとのコラボレーション、世界的な音楽賞への挑戦、現地のメディアへの露出戦略など、 滝沢市の戦略的な手腕によって、ナンバーアンダーラインアイは世界への道を切り開いていくことができるでしょう。もちろん、戸部にはナンバーアンダーラインアイ以外にも、個性豊かなアーティストたちが所属しています。彼らとのコラボレーションも、ナンバーアンダーラインアイにとって大きな刺激となり、新たな魅力を引き出すきっかけとなるかもしれません。例えば、 IMP とのコラボレーションではエネルギッシュなパフォーマンスで若い世代の心をつかむことができるでしょう。また、三宅健さんとのコラボレーションでは大人の色気と洗練されたパフォーマンスで幅広い層のファンを獲得できるかもしれません。トベという大きな船は所属アーティスト全員で力を合わせ新たなエンターテイメントの形を創造していくでしょう。 その中心でナンバーアンダーラインアイの3人は世界を舞台に輝く星へと成長していくはずです。彼らの未来は希望に満ち溢れています。彼らの挑戦は私たちに夢と感動を与えてくれます。彼らの後悔は始まったばかりです。